栗山俊康は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将。黒田氏の筆頭画廊で、黒田二十四期、黒田八虎の一人である。黒田義高の古庫の家臣として厚い信任を受ける。家臣の中では、序列第一位であって一郎と称された。子に、黒田騒動を起こしたことで有名な敏明がいる。通称は善助。天文19年。 有馬国姫路栗山にて生まれる。A68 年夏から黒田義高に側近として仕えた。A69 年にウ陣。ジン。a 6 2年の青山、土岐山の戦いで支給を二つ挙げ、八十三国相当の火力を与えられる。天正六年に義高は、織田信長に反逆した荒木村重を説得するために、有岡城に向かってそのまま捕らえられたが、イアスは、 翌天正七年に、これを救出している。天正八年、吉高が、張馬国一東軍で1万国を与えられると、リアスも200国に加用された。天正十六年、吉高が、豊臣政権下で、武前馬岳城の領主になると、一気に5800国を加用されて6000国を与えられ、平田城代となった。文禄二年に、四君、吉高が隠居すると、 その子の黒田長政に仕えて、朝鮮出兵にも参加し、陳樹城の戦いで功績を挙げた。慶長三年に帰国後、井上の房と共に、宇佐神宮の造営に当たった。慶長五年、藍津征伐に従軍。その後の関ヶ原の戦いでは、黒田女水と共に、文後国に出兵し、西軍の大友義宗と戦い、武功を挙げた。戦後、 長政が畜全国に放されると、朝倉軍に一万五千国の所領を与えられ、畜全六誕生の一つ、朝定領城の城主となった。この時、息子の年明にも、リアスとは別に三千三百国を与えられており、合計二万国弱の大身となった。玄奈三年に、この年明に家督を譲り、玄奈九年に長政が死去したのを機に隠居し、一要塞占い案と、 こうした。寛永8年8月13日の朝、リアスは病床にあり、看護の者たちが枕元に集まってその死を見取ろうとしていた。その時、リアスは目を開けていきなり、馬を引け、鉄砲を用意せよ。あれに敵が出たぞ。あの山に鉄砲をあげて撃たせよ。敵の牙が来たら、折り敷いて迎え撃て。わしの災配を見て、慌てずしずしずと書かれと立て続きに述べてた。 それに、周囲は驚いて、かしこまりましたと答えると、リアスはまた寝入り、1日のうちに5度も同じことを繰り返した末、8月14日の夜明けに死去した。去年82。死の直前のこの出来事に、人々は絶えず軍人のことを考え、敵に備えていたことがこの上ごとでわかる。大豪の人、既得な一年かなと感嘆したという。 黒田義孝の故郷の家臣であり、義孝に仕える間、戦場の巧妙を十一度上げた。五度は勇士としての働きであり、六度は采配をとっての巧妙であった。栗山道内の説明版。ありがとうございます。